リップしか塗ってない。買いなきゃ、ちょっと整えた。もう寝るんだ。もう寝るんだ、私は。今日ちょっと違う壁からお届けしております。違う壁って何？もう寝るんだ。今年も終わりですね。終わりですね。生活リズム大事。こんばんは。もふもふです。あ、すごい、花火。今年もありがとう。年越しそば食べないの？あの我が家ね、あのね、年越し前に全然食べてるのよ。あの0時前に食べた記憶ないね。なんかもう一時期は 10時ぐらいに食べてたのかな。でもなんかここ最近多分ね、あのね、夜ご飯そば。そうなんですよ。だがしかし私は今日ね、そばを食べていないという。まさかのまさかのそばを食べていない。きえ、年越しそばを食べずに年明けそばしたいと思います。じゃあほーやほー、待って、お湯せじゃあほー、やっほー、こんばんは。2023年を振り返って、2023を振り返って、なんだかんだ楽しく生きてました。だいぶ適当に振り返ったなね。でも年明けはさ、あのほらデザート部の活動をちょこちょこやらせてもらっておりましたし、でその後はもうすぐ舞台稽古して、舞台やりまして、そうで春春春何してた、私4月5月何してた。5月はあの北海道に旅行に行って、ディズニーにも行って、鼻の手術をした。春コンって今年やってたっけ。なんかもう頭がおかしくなってきてるかもしれない。じゃあほーやっほー、やったよ。あ、やってた今年。そうだよね、なんか春コンしてたかなってちょっとなんか考えてた。そうだ、アウトオブやってたから春コンしてるわ。そう、その時にあのネタ振り披露してるわ。すまん、ネタ振り披露してることを すっかり忘れるとこだった。ネタ振り披露しましたね。そう、絶対春コンあったよなって思ったのに、春コンあったって言って嘘になったらおかしいなと思ってちょっと言えなかったんだけど、春コンあったよね。そう、春コンあった、あった、もう記憶が。で、で、そう、鼻の手術して1ヶ月休んで、で、10周年でしょ？ 10 周年公演でしょ？そう、10周年公演して、で、チーム A のコンサートして、で、まあ、みんなの卒業公演をいろいろして、で秋のコンサートしてです。何それっていう、どういう振り返りの仕方っていう。はい、2024年の楽しみのことといえば、果たしてせいちゃんはどんなドラマに出るのかっていうことですね。ね、まだね、何も発表されてませんから。今の髪は結構レイヤーある。そう、レイヤーなんですよ。だいぶレイヤーなんですよね。
私はレイヤーがあることによって髪をね負けてるんですよ最近。今年はメモとかないのないですね。なんか毎年ちゃんとやってたんだけどさ、ないね。なぜならさっきまで私が眠のネムだったから。ギャ、大変だわ。顔周り短いのにありがとうございます。結構レイヤー入ってます。なんか髪最近伸ばし中というか、なんか伸ばしてもいいかなと思って切らずにいるんだけども、あんまりね整えるぐらいにしてるんだけど、その理由としてはレイヤーが入ってたら伸ばせるんじゃないか説があって、私結構ね毛量が多くて伸ばすとなんか私が好きじゃないシルエットになっちゃうんですよ。それが嫌で伸ばしてなかったんだけど、なんかレイヤー入ってると髪軽くなってるじゃんこの分。だからこれだったらワンチャン伸ばせるんじゃないかなと思って、ちょっと最近伸ばし身でやってみてますが、これ以上は伸ばさない気がする。このぐらいがなんかギリギリラインの気がする。ふむふむなるほど。ちゃんのエビフライヘア可愛い。そう今日もねエビフライしてたんですけど、あのひななちゃんが先にとまりちゃんヘアしてて、ラブライブので、せいちゃんもやろうって言ったから、せいちゃんもやろうかってなった。その X の方で、 Twitter の方で、2023年もね このせいちゃんが可愛い大賞みたいな名前のやつやってくれてたので、今日撮らないとと思ってて、そう毎年私新作をあげるみたいなのがやってたはずなんですよ。毎年そうなんだかんだ言って新作をあげているので、私は新作で挑もうというスタイルだったので、あこの髪型2023年の後半に見つけたし、あこれで写真撮ってもらえばいいかと思って、そうで写真を撮った人はなんとマチャリンです。俺のカメラマン、俺のカメラマンマチャリン、うん、そうなんですよ。マチャリンが私の好きな感じで撮っていいですかって、そうじゃあよろしくお願いしますって。マチャリンの撮る私とひななの撮る私はね多分ねちょっと違うと思う。表情違う気がする。そう表情が違うのと角度が違うかな。マチャリン言うのね。でもマチャリンもひななも卒業しちゃうから悲しいです。うん悲しすぎるピエン。でも卒業してもきっと二人には会うと思うので、はい楽しくお友達というか、マチャリンとね今日ね話しててね、なんかねマチャリンのね YouTube にまた呼んでくれるらしいです。なので動くせいちゃんがまた見られるということで楽しみにしていてください。続編楽しみ。お、それは朗報。今来た楽しみ楽しみ。うん、期待しちゃう。パパママはもうお休みしたの？うんうん全然起きてる。
ちゃやっほーやっほー、期待ですね。さあ年越しまであと20分。はい、なんか私に聞きたいことがある人、いつもは寝てますよね。そんなことないよ。でも最近結構寝てたね。喉あと一歩って感じ。そうね、なんかね夜になるとね無性に咳込んでくるっていう、コン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 はしてないんだけど、なんかキャホって感じが唐突にくるっていう。仕事始めは劇場ですか。はい、劇場です。5日は僕ジュリーで、6日は日暮らしという、大変なんだそのスケジュールはっていう感じになっております。お餅はどうやって食べますか。ね、確かね1個を半分にして食べる。焼き餅かな、焼いてから煮るかな多分。ユニット行っていいの、今来た人だけの特権。うん、じゃあ私のね新年早々僕対ワオっていう感じがはね、あの僕ジュリ日暮らし僕ジュリ日暮らしみたいな感じになりそうですね、うん、いつ出るかは言わないです。さすがにこれ、それは言わない。ちょっとこれはね、あのね、なかなかにね、あのねポジションね、あのねなんかこんがらがる気しかしないね。一応こうなることを見越して概念で覚えたんだけど、僕ジュリの方のポジション、そう概念で覚えたんですけど、なんか概念で覚えるっていうのは右とか左で覚えると絶対に終わるから、外側からとか左外側からとか内側からとかいう、なんかそのなんていうの、ダンスのなんていうのかな、上下でさ同じ上下違う位置にいても外側からっていうのが同じだとしたら、右からでも左からにでもなるじゃない、立ち位置逆だったら。外側からって覚えたらこっちにいる時は右側なんだなっていうのをできて、こっちにいる時は左側なんだなってできるじゃん。だからあのその右左で覚えるんじゃなくて概念で覚えるっていう。でも難しいこと考えてるね。そんな難しいことね考えてないっすよ。なるほど、絶対分かってないよね。振りが右足から始まるのか左足から始まるのかとかいうので頭をこんがらがらせてるっていう、はい、話。具体的に言うと私はあのそんなこんなが日暮らしの方だと上手にいるんだけど、僕ジュリの方だと右にいるのよ。右にいるって意味不明だな。あの僕ジュリの方だと下手にいるので、この振りって概念で覚えた方がよくて、内側の足から移動するとか外側の足が先に動くとかってこと。分かりそうで分かんないよね。だから振りが新芽なの。
神明の位置にいたら振りも神明なの。だから神明だよっていう風に覚えてあげないといけないの。そうっていう風に覚えたんだけど、果たしてその作戦でうまくいけるか、うん、わからないけど頑張る。なんとなく分かりそうで分からないんで、これはメンバーにとっては分かる話だけど、皆さんは多分なんとなくしか分からない。私の言葉はとてもむず、私説明するのあんまり得意じゃないから、うん。足にも注目だね。あははは。そんなに難しい話かって、あの想像力を働かせてもらえれば大丈夫なんですけど、人によって想像力の働き具合って全然違うから、位置によって動かす足が違うから内外で覚えないといけないってこと。そう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 、つまりそういうことです。占いって信じる？占い割と信じてる方だよ。うん、なんか占いのこうなる、あ、なんだっけ、占いいろいろ見てるんだけどさ、うん、占いを信じすぎて自分のマイナスにするのはちょっとなんか違うなって思うから、占いを信じて今日はこういう行動をとってみようとか、今日はこういうふうにしたらもしかしたらもっといいことあるかもみたいな感じ。悪いことが出てたとしても、それを気をつけて過ごそうってより思えるからいいなって思う。なんか今日は確認ミスが増えそうって書いてあったら、あ、じゃあいつもよりもめちゃくちゃ確認しようとか。不安症だからね、まあ私は。来年行きたい都道府県は、来年行きたい都道府県は、そう、秋ちゃんの土地に行かないと、福岡にもう一回行かないと。でも私はね、やっぱり北海道にもう一度行きたいし、今年真ん中ら辺全然行ってないんだよね多分。なんだかんだ行ってちょっと大阪とか、私でも一回ね神戸とかに行きたいのよ。全然行けてないから行きたい。北海道また食べに来て、また食べに行く。そう、富良野とかね、旭川とかね行きたいんですよやっぱり。ねえ、函館いい。車の免許取る予定ありますか？ないです。あの現代っ子福岡ないです。あ、そう、伊勢に行きたい。そうなの、伊勢に行きたいってずっと言ってるんだよね私。伊勢行く。行く。現代っ子、都会っ子、都会っ子？都会っ子かは分かんないけど、ちょっと現代っ子福岡車の免許取るあれはない。全然ない。あと10分だ。チャリンコ得意。自転車はね好きですよ結構。
まあ車運転できたらいいなとは思いますけど、車ね、難しいよね。そう、若者の車離れですよね。そうなんだよね。意外にそのなんていうのかな、公共の交通機関で行けてしまうところが多いっていうのかね。で、自分が車を買う想像はできてないから、きっと取ったとしてもレンタカーとかなんだろうなっていうふうに思う。せいちゃんが運転してたらかっこいい。来年の成し遂げたいこと、取りたい資格があって、まずそれをの勉強です。あ、取りたい資格はある。何を取りたいかと言いますと、すごい現実的なんだけどいい？まあ関係は普通に趣味で取りたいのと、FP をねやりたい。私今先に言っちゃうの珍しい。そう、珍しいでしょ。おお、まさかまさかの、まさかでしょ。ちょっとね、やっぱね、一人の人間として生きていけるようにならないといけないなと、はい、思っておりますので、一人の人間として大切な知識を学んでいきたいという所存でございます。簿記をね取りたいんだけども、簿記難しくて。そうなの、ちょっと FP をとりあえず勉強を始めようと思います。でもあんまり私に進捗聞かないで。私人に何か言われると絶対何もやりたくなくなる人だから、聞かないで。ちゃんとやってるとか何も聞かないで。今やってるよって言っただけ。そう、 OK、 何も聞かないで。一緒に勉強しような。はい、一緒に勉強しような。以上です。 OK OK、 うん。いや、やっぱこの間のさ、そのカラーコーディネーターの検定を受けたことによって、自分の中でのそのなんていうのかな、検定とか試験に対するハードルがだいぶ下がった気がする。なんか最初ね、本当にカラーコーディネーターのあれを取った時に、あれを取ったっていうか、テキストを買った時にマジで分かんないことだらけだったの。本当に分かんなかったの。でもなんかそのマジでコツコツ1日何ページぐらいやるみたいな、1日今ちょっと今日行けるからちょっとやってみようみたいな、なんかその最初に全体像っていうか、なんかそのチャートのチャートじゃ、そのチャプターの全体像を見てから一個一個掘り下げていくみたいなことをやって、マジで久しぶりにそういう勉強して、あ、なんか分かんないことでもちゃんとなんだろうな、時間をかけて丁寧にしっかり理解しようとすれば理解できるんだなみたいな、そうのがめちゃくちゃ面白かった。はい、ふん、そう、なんか私なんていうのかな、
く物事を知るというよりは浅く広くなタイプの人間なので、そうなんですよね、浅く広くなタイプの人間で、そうだから浅く広くを若干ずつ掘り下げていこうかなと思ってる。若干ずつ掘り下げていこうかなと思ってるです。さああと4分だよ。なんか今年マジでさ年越す感じしないよね今からね。なんかみんな誰しもが言ってるけどさ、今年ってあれもう12月31日なんだみたいな感じで言ってるよね。なんでなんだろうね。なんか今年こそ本当に結構なんていうのかな、2019年までの暮らしに戻った感覚が結構あったよね。なんか今まで去年からもだいぶ、去年とかからもだいぶ動いてた感じはあるけど、そう今年は本当になんか何にも何にもと言っていいぐらい多分戻っている感覚あったよね。そうなんか影響を受けたかっていうとそこまで影響を受けてない。うんまあなってるけど、そうなんだよね。年重ねるとそうなっちゃうかもっていうよりはなんかうん、なんかその今年というはい感じが、そんな感じがあった。せいちゃんの一番の煩悩は何ですか。え、なんか常になんか頭の中で考えすぎてることじゃない。うん、なんかもうね全部ねあの丸めてポイってね捨てようとしてる。たまにねあーって言ってあーっつって投げてる。私はあれでポイって今こればっかり考えてても意味がないからポイっつってやってますから、はい、皆さんもあの考えすぎるときはあのくしゃくしゃポイすること、はい、いいと思います。私は今ここにこれを捨てたからもうあなたとはさようならっつってそうなんですよ。まあ、考えすぎるターンはありますけどね。今ちょっと私もねちょっと頭の中がうるさすぎてねそろそろ沈まれと思ってるんですけどそうなんですよね。ちょっと、ね、そろそろ沈まってほしい私の頭の中。新年ツイッター大丈夫な。あ、そっか、新年ツイートねないね、何もできないわ。今年はあの新年インスタは用意しているのでちょっとめっちゃネタバレなんですけど、タイマーセットしておいたのでちょっともう新年明けましておめでとうはさようならして、あのインスタグラムを皆さんチェックしに行ってください。最近あのインスタのあのタイマー機能っていうか投稿日時を設定っていうやつがねいい感じに使ってます。やっかりすげえな。そういろいろあるんですよね本当に。ちょっとツイッター X さんもでもなんか昔あったよね。なんか逆にすごい便利なのをさどんどんなくなっちゃってる感じがあるんだけど、さああと20秒ぐらいですよ。なんか時間合わせにしに来てる気分だこれ。さああと20秒、じゃあみんなあと10秒だよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、パンパカパーン、明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。パンパカパーン。あ、すごいなってる、あの雅楽っぽい感じが。ハッピーニューイヤー。あ、すごーい、正月になった。
すごーい。すごいよ。画面が変わりました。今年もよろしくお願いします。そうなんですよ。そう、握手会もね、再開しましたし、そう、こっからね、みんな右、みんなこっちかな。私はこっちなんだけど、どっちだろうね。飛べますので、そうなんです。3月3日はありがたいことに完売が出まして。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。背景変わったね、背景変わったね。こっちにしたら変わった、いいと思う。あけましておめでとう。あ、今年はたくさん現場に行きたいです。いいと思います。年女だね。そうなんですよ、辰年、夏のし私ね、聞いて、強いの、私辰年の獅子座の、そう、辰年の獅子座なの、私強くない？年女めでたい、年女です、ありがとうございます。いかつくない？なんかタワー、え、あ、違うか、びっくりした。そうそう、かっこいい、ありがとうございます。かっこいいんですよ、私イメージと真逆。タワーだよ、どこ、え、待って、私のあれにないんだけど、どこ、え、いないよ、私の欄に。ちょっと、もうちょっと、ちょっと私こそ更新した方がいい、これ。多分タワー、え、どこあった、結構前だった、え、私のところにいないんだが、どうして。あ、明けおめありがとう。あ、中吉、え、え、待って、私のとこにない。1位の方、ちょっと待って、更新すれば出てくるから、ちょっと石待って、えい、えい。見っけてない。ちょっと待って。ちょっと待って。飛んでちゃったのかな。飛んでちゃったね。あ、これでこの方で合ってるかな。ルイ東山さんかな。ありがとうございます。いただきます。タワー見たかった。タワーいなかった。ピエン。更新したら見ると全然ないね。こちらそびえ立ってるもん。マジ？ないんだけど。へ？タワー見してたわ。ダメです。無理でした。誰か私にタワーの画像を送っといてください。更新したら見えた。なんでだ。他の子の配信もタワー見えないって言ってる。あ、そうなんだ。他の子も見えないって。なんか多分配信者側の設定で見えないのかもしれない。もしかしてだけど。もしかしてだけど。配信者側のエラーかもしれないですね。こちらちょっとギフトに埋もれてもうないっすね。日にちまたいだからかな。そうかもしれないね。私たちの配信者側だから。見えん。見えない。泣いた。ありがとうございます。2024年。
楽しく、はい、私の抱負は、え、あのとりあえず動くことです。にっこり。気づいて4年くらい経ってる。大変だね。まあ、それはそう、気づいて4年くらい経ってる。だってさ、20歳になってからさ、4度目、え、4度目だって嘘だろ。ねってなるよね。もう24で、24ですから私も。去年も動くじゃなかったっけ。去年は動いたことによって事務所移籍したじゃない。で今年も、まあ、動くってことで、あのとりあえず動くっていう、なんていうのかな、その物理的な動くと心理的な動くみたいなことじゃない。じわる。今年はあの物理的にも心理的にも動く。何かが起こることを期待。はい。さらに動く。そう、なんか私多分ね、掲げとかないとね動かないから、もう一生多分動くって言い続けると思う。一生多分ね、毎年、あ、今年も好きだよ、ありがとう、ありがとう、いただけます、今年も好きだよ、もう毎年動くって言っとくわ多分。だってあの動くずっと言ってるもん私。うん、今年も好きだよ、いっぱいくれるね、ありがとう。なんかそのあの皆さんというか、なんかあの私以外の人が平気で動、平気でしてることが私は平気でできないから、多分あのワンステップめちゃくちゃ必要なの多分。だからもうそのワンステップのをもう動くという気持ちでもうドカドカと、そう、行きたいですね。まあ、気合は必要なんですけど、動くということで自分に気合を入れていきたいと思います。こんなの簡単に登れるでしょって思われそうなところ、なんか一人でなんか足そろってして登っていくタイプみたいな。見守りたい、よろしくお願いします。なんかそのなんだろうな、何言いたいか忘れた。おい、うん、明けましておめでとう、おめでとうございます。こんにちは、こんにちは。お眠気味だから、そう、お眠気味になってきちゃった。お年玉はもうあげる側かな。まだあげないね。うん、あげる人いないね。大丈夫。そろそろ眠い。寝な寝な。うん、今年も好きだよ。今年も好きだよ。これ考えた人なんかさ、天才だね。おもろいね。
それでも好きだよみたい。え、私のインスタちゃんと更新されてた？見てきた？もう10分経ってて怖い。そうだね、時の流れはちょっととても早い。通知は来てない。あ、本当？あ、更新された、更新されたって。今回はなんとフィード投稿ではなくリールにしてみました。初めてリール作ってみた。ひなしゃがマジでめちゃくちゃ良くて、なんか一枚一枚とか投稿するよりもみんなになんか写真いっぱい見てもらいたいからリールにした方が見てもらえるかなと思って、そうひなしゃをリールにしてみました。更新されてるね。自転車は降りて渡りましょう。そうなんですよ、あそこ結構ね、おもろいよね。あれは代々木公園から代々木八幡の方かな。 BGM の選曲は自分でしたの。なんかテンプレがあって、あ、このテンプレいいじゃんっつってテンプレに任せてみた。最初に作った時はなんか普通に BGM 選択とかいうのがねあったんだけど、じゃなくてなんかテンプレ使えるよみたいなのがあったからテンプレです。テンプレめっちゃ簡単でとっても楽しかった。なるほど、なるほど。はい、私もリール作ったことなかったからさ、あ、こんな風にやれるんだ、へえみたいな。なるほど。なんかそのひななちゃんと出かけた時に都会的なところよりも何自然とか街角スナップっぽいやつがいいよねっていうので、そう、そういう新規試みはとてもいいね。ありがとう。リールから始めてみた2024。明け止めでもね違うの。リールしてみたんだけど、私本当は動画をね載せたかったんですけど、川崎大師に行った時に動画を撮ってもらってたんだけど、それをなんか載せてみようと思ったらなんか違ったね。みんなの載せてるリールの感じと全然違くて、あ、なんか撮り方変えなきゃいけないねっつって思って、ちょっとリールの本当のリールっぽい投稿、その動画っぽいやつ、 TikTok とかに似てる感じのリールをちゃんとするのはもうちょっと待ってください。頑張ります。いや動画時代ではあるので、私もなんだかんだ言って動画見てるし、動画で見てあこの人いいなとか思うことも多いから、なんかこの色いいなとかメイク用品とかでもそう思ったりするから、なんかなんだろうな、動画をやりたいとは思っていたんだけど、 TikTok いかんせんね続かなさそうなんですよ。そうだからちょっと動画でちょっとリールたまに上げるぐらいの感じを出していきたいなっていう。タワー2本目聞いてるの、ありがとう。ちょっとまた何にも見えてない。はい、僕タワー、私タワー投げたよって人挙手。表示でなぜかエアポッツがエアポッツがなぜかねってなってた。ちょっと待って、挙手制挙手制誰、あ、待って見えた、今の
やつで見えた、ありがとう、見えた、見えるようになった、読む、今まで更新されたみたい、私のがじわるじわじわとじわ、アイジさん、そしてタカミさん、ありがとうございます。なんかタツに乗ったクマちゃんがいました、ありがとうございます。いただきます。クマがめっちゃいる、めっちゃいるね。一瞬止まってピーってなった、ピーってなったのどうしたんだろうね。どうしたんだ、ピー、ピーは知らないね。一瞬止まったのは私が止めた、あの勝手に AirPods につなごうとしてたから、この iPhone ちゃんが、 iPhone さん勝手に AirPods につながないで。ふふふ、ハッピーニューイヤー、ハッピーニューイヤー。ちょっとまだあのお正月三が日どういう風に配信するか決められてないので待っててね。でも材料は買ってきてもらったから。他力本願、他力本願。でもちょっとなんかやっぱさ、お正月にさ外出てさ買い物に行くの怖いじゃん。あ、タワーもう一個ありがとうございます。陽一さん、これは何タワーやろ、なんか緑色に光ってるタワー、ありがとうございます。いただきます。正月クッキング配信ある、そう正月クッキング配信しようと思っている。そう最近さ、あのいろんな SNS があってさ、あのウィバースとかで発言したことがあったり、あのメールで発言したことであったり、ツイッターでこう発言したことであったり、インスタで発言したことであったりさ、もうさどこで私は何を言ったってなる。どこで私は何を言ったってなる。せいちゃんのウィバースの使い方好き、ありがとうございます。ウィバースはもうね、あの本来のツイッターのあるべき姿みたいな感じでやって、やらせていただいております。そう、面白いよ、なんかあれってあれだったよね、うんそうだよねみたいな。急にコメントが押し寄せてくる、そうなんですよ。ちゃんと返信するとめっちゃ見えてます、めっちゃ見てます。つぶやきだね、そうめっちゃつぶやいてる。一番あの自分史上何をつぶやいてるんだって思ったのは、あのインドカレー屋さんの話。インドカレーって一人客にめちゃくちゃいいよねっていう話をね、ウィーバースでしたっていう。じわるよね。そうなんです、そういう話をしてるので、ちょっと気になる方はぜひ。面白すぎた。年越す前に事務所に挨拶とかしたり、事務所にもう届いてるプレゼントはいただきに行きました。はい、そうでございます。他のあるあるとか知りたいね。あのだからあの劇場に届いたプレゼントはもちろん、プレゼントお手紙はもちろん、事務所の方に届けてもらったプレゼントとかお手紙もちろんいただきました、ありがとうございます。ナム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 、あんまりこういう発言してこなかったからさ、そうみんなちゃんと受け取ってるのかなって不安になってならせたなって、ちょっと最近ちょっと反省した。めっちゃ読んでる、めっちゃ見てる。ありがとう。
んにちは。ちゃんと見てる。手紙書いてみようかな。いいと思う。いいと思う。ありがとう。待ってる。てちゃんそういう真面目なところ好き。ありがとう。そう、あの劇場よりも事務所の方がそのなんていうの、いただけるものの幅は広いので、そうなんかこれせいちゃんに似合いそうだなとか、なんかこういうのどうなんだろうみたいなのがあったら意外にそうちゃんと受け取れるかもしれないね。っていうことで、別になんかこれをなんだろうなんだろう なんていうのプレゼントってやっぱり自分の気持ちで送るものだから、自分そういうのできないけどせいちゃん押していいのかなとかいうのは全然全然全然そんなことはなくて、そうなんかあのありがたくプレゼントも手紙も受け取らせていただいているのでありがとうございます。でもやっぱり個人的にはそのなんていうのかな、声を届けてくれるっていうのが一番嬉しいなって思います。なんかそうこういうところのコメントだったり、あとは割とそのツイッターの方もインスタも私ちゃんと見てるので、なんか返信リプくれたりとか、そう私の名前でなんか投稿してくれたりとか結構見てるので、そうなの、そういうのが嬉しいわ。ありがとう。優しい。ツイッターめっちゃ見られてるって。ちやさんのサイズは S ですか M ですか、なんかすごい聞かれてます。 M です。ありがとう。 M です。デザート祭りしてきました。うん、エゴサ早い。ありがとう、エゴサ早いっす。気になるじゃん、今日のせいちゃん可愛いって思ってもらえたかなとか、ちょっと今日のメイク違うかなとか思われてるかなとか、あなんかそうかみたいな傾向と対策を。毎日が可愛いですよ、ありがとうございます。今日のメガネも可愛いです、ずっとつけてるこれ。いつも可愛いよ、ありがとう。すっぴんだけどありがとう。ニコニコ。すっぴんもいい、ありがとう。あのガチすっぴんは見せませんけどね、にっこり。さあというわけであと5分ぐらいかな、半まで。いっぱい見てくれて嬉しかったよ。ちなみにあの川崎大師でおみくじ引いたんですけど小吉でした。ピエン、すっぴんだったの。あら大丈夫、なんだかんだ言って多分ね、あの2024年もいっぱいおみくじ引くだろうから。初詣行けなそうだから早めに行ったってことなのかな。あの毎年ね、あのね早めに行くんです。あの福岡県はねとにかく人混みが嫌いなんですよ。とにかく人混みが嫌いなの。だから年始に川崎大師は絶対に行けないから、なんかそのなんていうのかな、なんていうの、ちゃんと初詣も、初詣っていうかなんかそのお正月三が日の期間で神社にも行くよ、もちろんもちろん行けます。でもちゃんと役を落とすと
か なんかいろんな意味を込めてご祈祷をしに行ってるから、ご祈祷してますから、ちゃんと川崎大師で。だから言われたの、普通に今の年齢で出しちゃって、神にね、あの来年のお札ですかって言われて、そうです、じゃあ1歳年齢上げておきますねってお願いしますってね。じゃあほう、年末に行くのは年末詣でっていうのちゃんとある。へえ、そうなんだ。でじゃあなんかちゃんと うちちゃんとご祈祷する系の家なんですよ。うむ、1年に1回はちゃんとご祈祷してますから。普通に神社に行ってお手を合わせるのはもう1年に何回でも行ってるし、ちゃんとご祈祷もしてる。大事大事。へえ。さあ、じゃああと3分なので、あぶの、すごい切ったわ私今。あぶねあぶね。じゃあそろそろランキング読んで終わります。1位陽一さん、2位愛知さん、3位高見さん、4位ルイ東山さん、5位クーヤンさん、6位星広さん、7位淳さん、8位とし徳さん、9位荻原さん、10位アラゴルンさん、11位カドマチュさん、12位アキチャさん、そして、13位リバーサルマットヒロスケさん、29位はタンさん、タンさん、タンさんでした。ありがとうございました。と言いつつあと2分ぐらいやるよ。じゃあ今年もよろしくね、今年もよろしくお願いします。というわけで、三が日でございますが、私、木体思い出す作業をしなくてはいけないので、いい意味で運動をということに捉えて頑張りたいと思います。にっこり私もよろしくね。また配信します。お菓子配信するよ、よろしく頼むぜ。イエイ。なんかさ、今日さ、その材料を買ってきてもらったから、お母さんがね、あの私11時ぐらいはちょっと横になってたんだけど、あのお母さんにチョコを刻んどくって言われた。今日じゃない、今日じゃない、大丈夫だよっつって、そんなそんなこんな夜中にしないよっつって。かわいい、平和な平和な福岡家でした。優しいね。これをきっと人は幸せと呼ぶのでしょう。じわる。もう絶対さ、混ぜてる間に待って待って年越す、へえ、ちょっと待って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 、バーンだよね。バーンでバーン。おもろいね。想像したら笑えるね、想像したら笑える。あれでしょ。まあそんなわけでありがとうございました。2024年年女頑張ります。おやすみなさい。もう24歳になるんですね。24歳になってお姉さんだと思ってたのに、お姉さんになってしまったもんだ。バイバイ、おやすみなさい。今良いお年をって言いそうになった。違う違う違う、ことよろ、バイバイ。